皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回はリアゴドク7の体験版、ちょカラオケをね遊んでみようかなと思います。普通にボタンの押すタイミングの音ゲーですね。よし、歌っちゃいますか。さあ歌っちゃいますか。まず曲多分1曲しかないのかな。盛り上がっていこうぜ。アンタッチ。大塚さんいいね、あ、間違った。これ意外とむずいね。さあ大塚さんの得点は71点。まあ俺の得点なんだけど、愛の手邪魔だよ。愛の手邪魔だよって言われちゃったね。マシンガンキッス、なかなかこれね、ジャッジアイズがカラオケなかった理由って、おそらく木村拓哉ね、本物の歌手だからっていうのあると思うんですよね。ってことで、楽しかったです。製品版遊ぶときはちょっとね、時間に余裕ができたらこういうのもね、パーフェクト狙っていきたいなと思います。そんなわけで今回はこの辺で、また次回の動画をお楽しみに。そんじゃまたな。